ビビアンデショーオーンはスウェーデンの女優。ビビアンデルソンの表記もある。イングマール・ベルイマン監督作品に数多く出演し、スウェーデンを代表する世界的女優として知られる。ビビアンデショーオーンは1935年11月11日にスウェーデンのストックホルムで生まれた。父親はビジネスマン、母親は福祉関係の仕事をしていたという。 1954年にスウェーデンの王立演劇学校に在籍し、そこで演技を学んだ時期に、イングマール・ベルイマンに実力を見込まれ、学校を中退して俳優の道に進む。1955年の夏の夜は三度微笑むで、小さな役を演じたのを皮切りに、第七の封印。 のいちごなど1950年代後半からベルリーマン作品の常連になり1970年代までに劇場版、映画10本、テレビ版、映画3本に出演することになる。1958年の女はそれを待っているで共演したイングリッドチューリンらと共にカンヌ国際映画祭女優賞を受賞する。また1963年にはベルリン映画祭で 銀マ賞を受ける。1966年の仮面、ペルソナで、看護婦アルマを演じたビビは批評家の絶賛を受け、第4回ゴールデンビートル賞主演女優賞を受ける。これ以降、海外の映画に出演することも多くなる。1966年は、ジェームズ・ガーナーとシドニー・ポワチエを揃えた、西部劇、トリデの29人に出ており、アメリカ映画への出演を増やしながら、 ベルイマン作品との関わりを続けた。ジョン・ヒューストン作品に招かれ、ロバート・アルトマン作品、クインテットでは、ポール・ニューマンと共演し、あるいはスティーブ・マック・イーン唯一の監督作、民衆の敵では、マック・イーンの相手役を務め、作品には、ヘンリック・イップセンが表した原作を、アーサー・アミラーが脚色した台本が採用された。アメリカの舞台デビュー作は、 エイリヒマリア・レマルク監督がナチスを取り上げたフルサークルである。やがて1977年の映画、アイネバープロミスというエイローズバーデンで精神開始を演じ、主役キャスリー・インクイン・ランの混乱を解いていく役がアメリカであたり、アンデショーン出演作で一番の話題作になる。だが、あまり出演作に恵まれず、 1980年代後半から1990年代前半にかけて主にテレビドラマや舞台に活動の場を移した。アンデショーンはストックホルムのスウェーデン王立劇場に招かれ1990年に芸術監督に就任、いくつか舞台を上演する。また紛争家のサラエボを支援する人道団体、サラエボへの道の代表も務めた。 1996年に出版されたアンデショーの自伝の題名、エット・アゲンブリックは、出演作、女はそれを待っているにちなみ、ある瞬間もしくは、ほんの瞬きを意味する。最初の結婚相手となる映画監督のキュール・グリードとの間に、娘がある。1978年に、政治家で文筆家のパー・アル・マークと、再婚、2004年秋に、 ガブリエル・モーラ・バイザと結婚している。俳優活動を続けていた2009年に脳梗塞で倒れ、翌年の報道では失語症が残り療養生活を送ると伝えられた。2019年4月14日、ストックホルムにおいて死去した。83歳ボー遺族に姉で1950年代に王立劇場のプリマドンナを務め。 バレエ界から俳優に転じたガード・アンダーソンがある。その息子のラーシュベ・サッキーは舞台俳優としてスウェーデンでコーラスラインキス・ミー・ケイトに出演、映画俳優、映画監督でもある。ウィキメディア・コモンズにはビビアンデ消音に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。